メッセゲンやっていきたいと思います。あの続きをやるか正直迷ったんですよね。あのクズコードばっかして皆さんに叩かれるの正直怖いんですよ。ただやってしまうんすよね、クズだから。結局叩かれるのがもう逆に気持ちで、多分今回でアンさんには死んでもらおうかなって思ってるんで、まあなんかチャンスがあれば死んでもらえますね。うん、アンダーソンさん、まあ略してアンさんにはね。でブリスコは多分死なないと思うんだよね。来た、やべ、操作方法覚えてねえ。なんだっけ、あこれだ、タックル。あ今タックルできないのかな。あできないね。てか当たんねえ。パメラが当たんねえな。せっかく生きてたのに。そうだな、前回パメラが化け物だったからね。くそ。いやお前なんだかんだ言って化け物めって叫んでたやんけ。そうだ、落ち着けよお前。フリスコ、あれはパメラなんかじゃないわ。いやパメラだよ。とりあえずここに身を隠してやり過ごしましょう。いやあれはパメラだろ。パメラじゃないわって言うけど、いやしっかりパメラじゃね。これ何、まあパメラはもういないのかな。今後出てこないのかな。お前めっちゃ元気やんけ。走り方よ、走り方お前ダイナミックすぎんだろ。出た恒例のクズ。ここは開くんだ。で開けたら、あまあ進んでみよう。ここは何、霧がこんなところまで。お、どうなってる。おこの BGM の感じは霧だぜ。なんか唐突に敵とか出てきたりするのかな。車内観覧、あ最近鍵を元の位置に戻さない人がいますが、鍵は必ず所定の場所へ返却してください。はい、 あと調べれるところ、あ勝手に動いてるね。これパソコンとかも調べれるね。 DA なんかかぶってね。じ気をつけて行動した方が良さそうだ。どうやら誰かが俺たちのことを監視してるらしい。俺もしばらく派手な行動は控えることにする。 M より。なんだ、なんか重要なことでもあんの、このビルっつうか、こうなんだっけ、センタービルみたいな感じ。あれちょっと待って、あえ、あんなんかあるぞ。ん？これか。このメモを読んだ人へ。うん。早くここから立ち去った方が身のためだ。あなたには大きな災いが。いや、ちゃんと詳しく書けよ。なんでそんな適当なところでやめてんの？アンは？あ、いた。ここにアンが来ればいいのね。さっきアンこっち向かってなかった？いや、ブリスコ、ま、忙しくね？こっか、あ、ここか。ドア開けるのレポートあります。ちょっと待って。あん、早く来て。あん、あん、ほら、あん、あん、あん、何？何してんの？ちょっと、早くしないと。こうなるよ。早くしないと。頼むって。めちゃくちゃ怒られそう、俺。なんかあんの？他に。これ？そんなもん取ってる場合じゃねえよ。いや、ほんとだよ。あ、なんかあるやん。これか。気づかねえ、これ。あら？あらじゃねえよ、もう。お前、つたせで探せよ。これめっちゃ、めっちゃバカしたんだけど。どこの鍵？何の音やねん。で、お前、定位置に戻るんやろ？ここか、じゃあ。え？これじゃないの？どっかこの棚とかの鍵？ちょい、もうわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。どこよ？行くんかい、自分で。自分で行くんかい。もうこのドアの鍵ね。早く開けて、もう。俺がバカみたいじゃん。丸ボタンで進むと。何の音だ？ん？いや。お。何？なんだろうね。扉が勝手に。まあなんか揺れたりしたんじゃないの？あ、なんかサスペンスが動いたね。これなんかジャケット？おお！なんでこんなところに死体があんだよ。おお、お前ちゃんとカメラに収めておけ。いや収めてるよ。きっとどういう死に方？逃げ遅れたのね。なんか血めっちゃ出てるけど綺麗なんだよな、体は。さあ行きましょう。もうお前今回で死ぬよ。てか死なせるよ俺は。 100% 死なせる気でしかないからね。次のレポーター見たいし。死んでる。いやそりゃ死んでるだろ。お来た。星ソフィー血だらけ。そしてねうんこ漏れ。
さ、ここに来て、あとなんもないの？扉は？くった、こっち。え、これだけ？それだけ？こっち重要でもなんでもないってこと？まあ、進んで、あとは戻ればいいってこと？じゃあ。こっち何のために来た？結構時間経ったのにな。あ、マジ、移動遅っ！走って？まあ、この緊急事態なのにさ。待てよ。外には化け物がいるぜ。いないって？いたの？でもここにいたって追い詰められるだけよ。本当だよ。なんであの人ロッカーの中で死んでたの？ロッカーの中に隠れて扉開けられてぐちゃぐちゃにされたの？いや、パメラとか来ないっしょ。ん？来てないな。来てない、これ。え、これ来てる？何かいる。何かいる。ちょっと動けない今。え、なになになに。いや、何も見えんから。お前一人のリアクション、ちょっと待って、動ける。あ、パメラだ。パメラだ。ちゃんと収めとかなきゃ。これ俺だって知らないもんね。プリスコも俺も何もしてない。プリスコお前、ほら、プリスコお前エサになる。お前プリスコ、あ、これか。あ、違うな。ん、ちょっと待って、危ない。ちょっと、あ、めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。何これ。食い方よ。食い方。ダイナミックすぎるだろ、これ。やば、やばこれ。ちょっと待って、これはダメ。これはダメ。どうすりゃいいの、ギャー、今の。ちょげー、ちょげー。おい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 。めっちゃ押されてる。よし、来た。やっと戻ってこれた。まず、こう、やっぱこれやん。さっき反応しなかったんだけどね。うん。もう邪魔だよ。動けねえ。動けねえ。プリスコめっちゃ押されてる。なんだ？あれ？何もできない。は？なんだ？なんだ？普通動かねえぞ。何してん？何してん？いやね。来いよ、じゃあ。もう挟まれようとしてたやん。パメラがじゃないやん。お前いつもそうだな。いつもお前なんか化け物めって襲われそうになったら行くせに動けねえ。いや、棒立ちしすぎだろ。こんなになっちまったって。いや、嘘だろ。カメラには気の毒だったけれど、ああ仕方がなかったのよ。そうね、俺とブリスコ襲われないからね。お前だけよ、襲われんの。いやいや、お前一番謎。化け物目。いや、まあ好きだった気持ちはわかるけどさ、もう化け物目捨てたじゃん。踏ん切りつけたんじゃないの。行きましょう。これ見て、お前まだ惚れてる。センタービルで生存者が待ってる。お前もう、やばい部分がとんでもないもん。分かった。いけない部分が。ごめんよ、カッコンチョ。ここでお別れだ。うん、徳の前にお別れはしてるけどな。ああ、愛してた。お前本当だ。まあだったら食われてみ。まあ、お前がド M だったら多分、ああパメラパメラパメラああパメラってなってたかもしんないけどね。まあどんまい。うん、だってあの変貌っぷりやばいでしょ。だってあの部分がさ、もう口なってんよ。食われ方やばかったよ、あんの。食い方すごい。もうあれ思い出しただけで面白いんだけど。なんだあの食い方は。すごいダイナミックな食い方してるじゃん。さあ次は？ん？センタービル1階のフロアです。はい。内部はひどく破壊されています。周囲の様子をご覧ください。当たんね。周囲、はい、カメラマンとしての役目はね。柱が崩れているのが画面でもお分かりになるでしょうか。どこ？さらに奥に進んでみます。はい。あ、ちょっと。ごめん。何なのよ。ごめん。そうなると思わなかったんだって。なんか今回無敵モード入ってるのかなと思ったんだよ。あ、待って、てかさ。え？昼間ね。これさ、こうして、こうする。あんたって最低な人間ね。いや、今すっごいもっと最低なことしてるから。くそ！この見てる人たちに少しでも幸せな時間を。こいつたまに吹っ飛ばないことあるんだよ。よし、よしよしよし。こういうことでしょ、こういうことでしょ、こういうことでしょ、こういうことでしょ。
皆さんが見たらこういうことでしょ。ちょっと今回だけだよ。なんなのよ。やばいことになるかもしれないからパパパってね。なんだお前は。邪魔なんだお前。お、何これ。ほら怖っ、びっくりした。いや他のやつ気づけよ。お前一番忙しいな、動きすごいな。パメラじゃねえや、あ勝手に行くし。あ緑のところあるね。プリスコもなんだ。レポーターより俺の方好きなんだろうな多分。めちゃくちゃ俺クズな行動しかしてないのに。もうプリスコの動きめっちゃ面白い。どこ行くんだよ。ねえ見て、なんだあそこに人がいるわ。どこどこ。いやさっきも人っぽいやついたけどね。幽霊だったぞ、あれ関係あるの。いや絶対近づかない方がいいって。大丈夫ですか。やめろやめろ、離れて。私たちはザカ TV の。絶対やばいって、絶対やばい絶対やばい。ほら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 。あーちょっと今ね惜しかったね。どこ行った。なんだこりゃ。いや気づくの遅っ。アンを探そう。どこかに隠れてる。え、クルーを置いて遠くまで行ったりはしないさ。あいつあの一瞬でどっかに逃げたの。はっはっは。てかお前気づくの遅っ。嘘やろ、なんかいない。なんかいるぞ。ん、てかアンいるよ。崩れてやがる、ここは通れないな。いやアンいるって。あいついるやん。何してんの。どっから行くんだろうこれ。俺が撮ってる間にあいついなくなった。ここか。エレベーターが稼働している。うん、稼働してるけどまだここじゃないってことか。これは、うん、これがどうかしたのか。いやお前動きすごすぎるんだって。あいつどう行ったんだ。こっちか。ああいけねえ、どっから行くんだ。あこっちか。こっちからこう回っていけばあっちにつけるってことね。あいつ足速くね。なんだなんだ。鉢植えがひっくり返ってる。おう、いって何するんだ。ごめん、いた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 。ああ、何してんのお前。大丈夫か、まあんなんでそんなビビって逃げる。他にもっとヤバいやつあったやん。あれぐらいなんでもないわ。うん、俺もなんでもないもん。だから全然ビビんなかったけどね。はあ、どうするあいつ。あいつマジ今回見捨てようぜ。目がうつろになってる。寝てる、もしかしてブリスコ。ブリスコ寝てる、もしかして微動だにしない。ブリスコ寝てるよねこれ。やべ、またどっか行っちゃう。ブリスコ寝てるよ多分。あれアン行くの早え。上に行く。え、じゃあお前どこにいんだよ。どこにいんのお前。あここか。いやブリスコまさか目開けて寝るタイプだと思わなかったな。よし乗ろう、乗って早く。俺だけだよ移動こんなに早いの。乗って。いや乗ってるよ。もう乗ってるよ。とっくに乗ってるよ。お前らが乗るの遅いんだよ。ブリスコ寝てないよね確かさ。前回なんかここに女の子の電話が来てここに助けに来たって流れだったはずだから、でも生存者いるんじゃないかな。いやなんか下あるよ。おおほら、こういうのちゃんと取っていかなきゃね。うわあ、死体だ。あこれ来るぞ、まだ生温かい。来るぞ。あ来ない。ビョーン。あ死体ドアイ。来ないじゃん。ご覧ください、霧が立ち込めていて、はい、数メートル先も見渡せない状況です。そうですね。観光客で賑わう普段の光景は、はい、今では全く感じることさえできません。どこに見て向かってやってんだろう。どこかに生存者がいるはずなのですが、うん、ではこれから生存者の捜索に向かいたいと思います。はい。ごめん。何考えてるのよ。ごめんもうふざけることしかできないんだよ俺。あこっちか。生存者どこに。ん、誰か誰か誰かいませんか。誰かいませんか。助けに来ました。助けに来ました。誰かいたら返事をしてください。誰かいたら返事をしてください。何するんだ。ん、霧で覆われていた辺りを見渡すことができない。ブリスコ好きだ。ブリスコの動きがもう面白いもん。早く歩けお前は。もう急げ、走れ。助けて。あお願い。ほらだから歩いてる暇ねえんだって。私見たくない。
やっと走った。こっち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 。あっ、え、どこ。誰かいるのね。助けに来たわよ。私の声が聞こえる。返事して。聞こえるわ。どこ。あ、この向こう、向かいか。近くにいるわ。近くにいるよ。でも瓦礫だらけで近づけないの。そうなんだ。ブリスコが行く。ここからは無理だ。迂回しないと。いい。必ず助けに行くからそこにいて。そこにいた。動かないで。そこにいて。やばい、声聞こえなくなったぞ。急げ。すぐそこに化け物がいるのよ。じゃあ逃げろ。大丈夫。相手動き遅いぞ。私には銃があるんだから。うん。ぶんな投げればいいじゃん。投げれば。投げてやれよ。え、遺言？パパとママに愛してるって伝えて。いや、パパとママ知らんのよ、こっち。あなたはまだ生きてるのよ。てか、まだ君のパパって誰だよ、ね、君。あなたの名前を教えて。ベッキー・ワンツよ。ベッキー・ワンツね。いい名前だ。そうね。うん、いや、まず早く、早く言って行こう、もう助けに行こうぜ。アンダース。いいから早く助けに行けって。希望を捨てちゃダメ。いや、もう生きてるんだろ、化け物が。愛してるって伝えたいのなら生きるのよ。言ってねえで、まず助けろって。自分の声で伝えなきゃ。うん、だから早く助けに行こう。そうね、そうだ。ここで会話しねえでよ。早く助けに行こう。動けねえ。約束よ。おい、俺の方が。落ち着いて、そこで待っていて。俺が一番助けようとしてるぞ。お前喋って時間稼ぎしようとしてんだろ。スクープ取りたくて死んでるところ。行こう。おめえ、早く動けや。あっちね。おい、ベッキー、待ってろよ。いいって、早く行こうって。ベッキー、お前は顔死んでんだよ。足早、それで。だったらさっきから喋ってねえで行けばいいんだって。もう絶対食われてんじゃん、こんな話してる間に。いいから、こんな見てなくたって。何ん、まだ死んでから間もないちげえだろ、今じゃねえんだよ。今じゃねえ、早く。こんなところで死んでしまったら化け物の餌になるだけね。皆さん分かってます？多分まだ俺が一番まともなんじゃないの、これ。多分一番まともだよ、俺が。え、どこ？ん？まあ、どっかマークが、あ、ここだ。え？何これ？え、ここ渡んの？行けよ。床が崩壊しているぜ。鉄骨を伝っていけば、向こうまで行けそうね。ちょっと待てよ、ここを渡るっていうのか？でも、もう顔死んでんだよな。ここしかベッキーを助けに行くルートはないでしょ。アンドロイドみたい。まあ、ありえない。本当に行く気か？行くしかねえよ。ベッキー助けるんだろ。いいわ。私は行くから。あなたたちはご自由に。あ、じゃあ早く行けよ。まあ、俺はカメラマンとしてちゃんと行かなきゃいけないからね。俺は行くよ、ブリスコ。信じられないよ。お前化け物来ても俺知らねえからな。早く行って。俺動けないな、まだ。頑張れ。落ちんなよ。いや、落ちねえか。てか、これ、いや、四つん這いでいけば全然余裕な幅じゃない？ねえ、そこまでギリギリな角度じゃなくない？角度じゃねえや。幅じゃなくない？いや、四つん這いにしけば、めちゃくちゃ簡単にいけるんだけど。俺も、どこにいるの？俺も全然、めちゃくちゃ余裕で動けますけど。うわ、追い越しちゃった。あ、おらおらおら。あ、どうしよう、おら。あ、俺めっちゃ余裕よ。あれ、動けなくなっちゃった。あ、いや、もう、全然やばいじゃん。こっちね。ちょっと、俺全然わかんない。ちょっと、ここ、どうした？何してんの？危ない！いや、危ない。お前来いや。はい、助けろ。うん、あいつ喋ってるだけや、マジで。あいつほんと使えねえな。危なかったな。ブリスコ、ありがとう。いるし。いや、こいつも余裕ぶっこいてんじゃん。今度はドジ踏むなよ。何だこのゲーム。分かってるわよ。面白いな、ほんと。ドジ踏むなよっていうか、もう別に俺めっちゃ走れるやん、これ。もう追い越してるやん、俺。え、全力よ、俺。ほらほらほら、下見てないもん、俺。ほらほら、全然落ちねえ。あ、早く来ないと、やっちゃうよ。クズ。早く来いよ。俺先行ってベッキー助けた方がいいのかな、これ。ベッキー。
急ごう。え、これベッキー、ベッキーじゃねこれ。ちょ、おっそ。あ、てかこっちにさ、こっちから喋ってたんじゃないの、違うか。まだやってるよ。四つん這いできたわ、早いのに。いや、おっせ。おっせ。ブリスコ来ねえし。ちょっと、早く来て。あ、やっと来たよ。もう遅すぎて俺、直撃の相馬ちょっと見てたからね。ちょっとだけだけど。え、動けない？え？ブリスコ？ブリスコ？遅い、もう動けなくなっちゃった。ブリスコ早いじゃん、やっぱ。やっぱ四つん這いだよ。だってあのマイク持ってるからね。あれ持ってる時点で、アンよりは大変なはずなのにな。生きた心地がしなかったぜ。本当だよ。四つん這いいた方早いよな、やっぱ。ベッキーが待ってる。いや、もうだいぶ時間経ったって。あ、もう最悪、絶対間に合わねえじゃん。ベッキー。あの、喋ってる暇あったらさ、あ、これでしょ？これでしょ、これ。もう調べれないよ。あ、こっから？いや、アル君かい。ちょっと待って、ブリスコとんでもないことになったんだ、今。こっちか。わ、もう最悪やん。もう絶対やばいって。押されてる、俺。何？早くしよう。死んでる。うん、見たらわかるよ。早くベッキー助けよう。ベッキーどこ？あ、もう絶対間に合わないやつや。ああ。いや、もう食われてるもん。これを助けたところでよ。ちゃんと取るのよ。無理やん。うわうわうわ。いや、でもこれ助けてえな。いや、助ける。いや、もう無理だろうな、でもこれ。いや、でも、かけるか？かけるか？かけろ！罰押せ！もう行くぞ。わかんない。食われてても、なんとかすれば生き返るかもしれん。助けるぞ。頑張れ、アン。お前らが、長い間喋ってるからいけねえんだよ。助けるぞ、頑張って。え？どうしたのよ、二人とも。ちゃんと取ってよ。いや。アン。は？もう。信じられないよ。もうここには取るものなんてない。生存者はいないよ。ベッキーはもう助けられない。俺、罰をしたのに。何言ってるの？中断したってこと？今の見たわよね。大スクープじゃない。は？お前、人間が俺よりクズかよ。もう十分に取ったさ。本当だよ。もうたくさんだ。支局に戻ろう。ダメよ。ベッキーはまだ死んでなかったのよ。いやいやいや、死ぬか見届けないと。死ぬやろ、あればどうせ。最後まで取るのよ。それがジャーナリストの務めだわ。ベッキーもそう望んでいるはずよ。お前、パパママが死んだところをテレビ流されて嬉しいかじゃ。俺がこいつもだ。カメラなしで行くなら行け。好きなだけ見届けてこい。分かった、支局に戻りましょう。でもあなたたちのしたことは職務放棄よ。戻ったら局長に報告するわ。お前、人間としてどうなんだよ。おい、俺とブリスコはな、信頼し合ってんだよ。てめえ、ちょっと少しは人間の心持てよ。ゴミクズが、ゴミで、どこ行くの？ん？次どこに行くの？ブリスコ。ブリスコ、次どこ行くの？ブリスコ？エレベーターか。あ、ん？これエレベーターじゃないの？ドアが歪んじまってる。こりゃ開かないな。ああ。待てよ、まずアンのところに行かなきゃいけないのか。バケモノめ、俺たちは生きてるんだ。食い物じゃねえ。食い物ならそこらんだって転がってるぜ。おう、こいつ本当俺に興味ないんだな。何何何？いや、お前座ってねえでよ。は？だ、あ、死体か、死体して。この死体にあのバケモノをおびき寄せれば。どうやんの？あ、早く来い。早く来いって。これを？あ、来た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 。早くしろって。エレベーターどこ？ちょっとエレベーターどこって。あ、そっち？そっちか。あ、お前来いや。あ、何？ちょ、何もできないって。あ、早く来いって。何してんの？
ちょ、なんもできんから。あー、ここか。普通にここ来ればよかった。早く来いよ、お前バカ。マジで置いていくぞ。よし。なぁ、もう、どうすればいいか分かんなくなっちゃったよ。あれ？何も起きないよ。動けないよ。あ、なに？こいつ、速攻で逃げたな。ブリスコ。ま、俺、めっちゃあん助けようとしたのに。巻き込まれちまった。ちょ、狭いからもうちょっとそっち行って。ジャーナリストでしょ？これくらいは覚悟の上じゃないの。お前、なんでそんな上からの。お前、ビビって腰抜けてたくせに。なんて冷酷な女なんだ。本当だよ。信じられないぜ。信じられねえな。おい。あなたたちはタカ TV のクルー失格。は？それ以上に男失格ね。何？お前言ったの？失格で結構さ。いいよな、ほんとブリスコな。こいつボコボコにしようぜ。もたもたしないで。くそ。おい、そのマイクでお前一回頭どついとけ、思いっきり。なあ、ベッキーこいつのせいで死んだようなもんだよ。時間も喋りすぎなんだって。だからお前らが、お前らが喋りすぎだす。エロティックよ。わお。これはアイムラビニー。これはアイムラビニーですね。うん。マック食いて。これはマック食いて。なんでこんなグロいゲームやってるのに普通に腹減るんだろう。普通食欲失せるんだけどね。てかあの化け物ってなんか一応人間の体あるんだね。あいつも多分股間部分が、ああなってんのか。てか、アンに死んでもらうって全然生き残してんじゃん俺。死なせるタイミングいくらでもあったのに。8月23日、PM4 時28分。うん。センタービルに取り残されたという人物の捜索と取材に向かったが、ああ、まあ案のせいで助からなかったよ。その人物はモンスターによって命を絶たれた。一番クズな行動が目立ってるように見えて、でもクズな、俺よりクズなのがアンだからね。我々も、のも、ね、クズが自走走にセンタービルを後にした。アンはスクープのチャンスを逃したと機嫌を損ねている。なこいつ。とにかく一旦支局に戻り体制を立て直すということで3人の意見は一致した。その支局は安全なのかね。あ、まあ戻ってきたと。はい。ここはその支局なの。やけに静かだな。あれ、みんな避難しちまったのか。うわ、崩れてるね。私着替えてくるわね。は、あたせ、あ、着替えてくるわね。おい、え、なんだ。あ、ね、ん？ん？あ、アンは？あ、これ着替え見れるんじゃね？あ、あ、見れるぞ。あ、なに？あ、見れる。これ。え？化け物か。どこに？おい、早くアンに知らせてやらないと。いや、ここで死んでもらおう。おい、着替え始めたぜ。早く知らせてやってくれ。いや、俺は知らせないよ。君が、アンはここで死ぬしかない。濃くなってきたぜ。アンのためだよ。早く取り込めよ。いいんだよ。何かあってからじゃ手遅れだぜ。うるせえよ。わ、おい、お前って最低。いや、俺は最低だよ。わ、なんだ。あ、あ、アン、さよなら。さあ、うん、お前がベッキーを助けなかったからだ。あ、ん？あん、どこ？あん、あん！出た。ってこった。あん、後方もなくいなくなった。あ、俺クズすぎん。